今日は雨なんで遠藤から釣りをしたいと思います。頑張ります。カッパ来ません。髪え？カッパ切れずって言われる。そうね、カッパ来たくないね。沖には行きたいけど雷に打たれると怖い。近くで釣ってます。釣ってます。頑張ります。やっていきましょう。しょ、もうちょい大きかったらいいね。これトイレは結構、あ、これ邪魔やな。あ、ね、じゃあ、点取って分かるんだよ。あの魔法がしてトイレにしたいって。ああ、そういうのに買ってるんですか。なるほどね。よしよしね。え、カブは、カブですよ。なんか入ってるのか。餌って、カゴいらんじゃない。ほんとにカゴ入っとるんですよ。あそこに何か入ってるの。何か入れたの。あれ、まあ、取っとくんじゃない。これこの間の餌。そう、テントいらんねん。釣れすら釣れ、雨やんどし、カッパ釣ったらってやる。そこはちょっとロマンがない。ロマンがないです、カッパに釣るのは。仕掛けも、仕掛けもつら、つらかよね。つらいね。もうちょっと高さのあれも多分、多分ね。これでもあれになったらみんなの感想になるけど、テントで釣ろうと思ったら釣りやすいです。あ、違う、釣りにくいです。釣りにくい。分かってますって言ってた。しなくても分かってます。かもしれない。でも俺やろ、しょうゆやつ。よし、釣ろう。釣るぞ。お、買っていきましょう。買っていきましょう。ちょっと釣って。雨降れよね、せっかくね。なんでよかった。釣られたら普通に釣れるとけ。そっちの方が良かも。俺今日はテントで釣る、テントで釣る釣り方をあの練習したら、そうそうそう、ね、テントではまずこんなになります。はい、釣ろう釣ろう言ってもう釣りになりません。なかなか腰が重たく、腰が重くなるっていうんかな。腰が重いです。動きません。仕掛けを作ろうと仕掛けないっていうか、大変ね、動くのが。動く大変ね。中腰とかで全部開ける。テントが大きいのを買った方がいいんじゃないですかね。こう腰掛けられるように作ればいいんじゃない。あー、でもみかんケースも4つぐらいこう下に置いたら、そう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 、その上に板敷いてね。うん、でこれ乗せながらね。ああ、座ってね。これは
情報でしょ、うん、それはあの向いとらない。それでもできるか。この状態から辿ると思わんの？辿ると思わんです。今度からあのジョーチャンネルであの鶴まで帰れませんやれば済んでテントを持ってきてます。実はちょっとそれのね準備なんかでもね寝るときにテントを入れるんで、どっち？あ、いいね。ね。テントにこっちはいいかな。テントやめましたよ。テントやめた。釣りにくい。テントは寝るもんですね。そうそう。さあ帰れませんでしたよ。そうね。すぐ釣れちゃったんだよね。その時に限ってすぐ釣れました。テントいましたよ。だいたいね。あ、どうも。いや、いかんです。ここで釣るとです。いかん。巻き巻いたけど全然寄ってこん。いやまああるときあるでしょ。てか俺たちが俺が来たときは絶対釣れんけん。そういうオーラがあっちゃうね。俺魚が分かっとってよ。ほんとこんねマジでこんじゃん。魚餌取りすらこんかい。今めっちゃ食えるタイミングなんだ。本日の意気込みは釣るぜ。雨の日はね、家でチャットショットが作って釣れるっていうかいいよ。バンバン巻こうもん。これ動画の。釣れたぞ。よっしゃ釣れた。はい、簡単、釣り簡単。そうね、釣りね。でっかかも、しかも。あれ？それ。だよ。ブレンド。え？ブレンド。ブレンド。ブレンタイプの。
取れる？手噛まれたら歩けんね。あ、マジで？ふう、ガッポリ噛むけ。知らんやった。うん、危なかった。強かけ。そうね。ハリとかプチンって切ってくっちゃ。危ない。ついてもやるから。